はい、皆さんこんにちは。今日は職場の後輩の足立くんとヘラブナ釣りに来てます。お疲れ様です。さっきから足立くんね、よけ釣りようよ、ワタカとかね、モロコとかね。今日はあの水の色が緑色やったケース、どねえかなと思ったけど、小魚の活性はいいですね。まだ本命が出ませんね。いや、今からです。今からですね。今からです。先日お子さんと参加してくれたお子さんの名前誰やったっけな。優勝君が優勝やったんで前回。そうじゃ。今日は優勝君がおらんけ寂しいけど。泣きそうやね、お父さん泣きそう。優しいお父さんです。なかなかね、カメラを構えたら釣れんよね。結構お気に入りつけてる。足立くんちっちゃいね。俺の半分しかつけてないですよ。うん。まだでかくてもいい。うん。針がすっぽり隠れるぐらいよ。うん、うん、それぐらい。そんな足立くん。ちっちゃいけ、ちっちゃい魚ばっかり。もうそんぐらいでやるよ。Trying so long to find you, lending you a helping hand. I've been singing songs about you. Never gonna let my love go bad. It feels like childhood feels a slowly wearing thin. You know that I can lay it on the line. The moment of joy I can't deny.雨の雫が飛んでる。
シュレックをギャフンと言わせじゃん。なんで今丸めたやつ落としたん、最後の一個。もうあるん。いや、俺これ5歳で一回最後の一個で釣ったことあるけ。本当本当。そこで諦めちゃいけんやろ。この最後5歳だけの一個つけて釣るんや。ちくん最後の一個で。そっちそもそも悪いのね、1個できたね。ちょうど3個と野菜切りみたいな。最後まで諦めちゃいけん。そっちは悪しか。その最後の1個に一刀両断や。カットするんじゃいけない。せっかくいいとこでいいよって言うのね。すぐ足立くんが下に持っていく。ダメだ、そっちゃ。よし、これ釣れるよ。絶対気が見えんね。俺も全然気が見えんのに、ね、足立くん見える。1枚も釣れんだから、この最後の一投で1枚釣れたと様でした。そうやったね。これいいわね。でもね、次の目標ができた。お疲れ様でした。ミラブル見れんやったけども、いっぱい釣れたけよかったね。数釣ったね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。それではまた。ごきげんよう。